ホンモですか？誰？ゆうとくん。ゆうとくん。ゆうとくん？あ、どうも。こんにちは、ゆうとくん。こんにちは、ゆうとくん。黙れ、おっさんども。小学生しか興味ねえんだよ。こんばんは。ゆうとくん、何動画見てくれてんの？え、いつもおっぱしさんの動画見てます。素晴らしい。君はいい子です。ゆうとくん、いい子。君は絶対いい子。ゆうとくん、素晴らしい。いやー、ありがとう。やめたほうがいい。病気移るよ。病気移るよ。ゆうとくんかわいい。ゆうとくんいい声してるね。勝てる自信がしない。ゆうとくんその声は素晴らしい。いい声だ。あ、はい、でも玉さすり隊入れるような声してる、はい、ゆうとくんに大人の厳しさを教えたらなあかんな。そうやな。そうやね。俺のこのバリスタが高くときが来たようだ。いいな。え、バリスタでやるとかマジモサじゃん。だよ。ポイント SR ポイントっていうところからズバズバと抜いていきたいところなんですけど。だな、お前かわせ。ふざけんな、後ろ。おい、おっぱぴー。 VO2 キャスカット。まずいですよ、そこ。うわー、二人とごめん。あ、ゆうとくん、ゆうとくん、 SR、 ゆうとくんやるやん。ゆうとくんやるやん。やるやん。お、いける。あ、え、あ、お、ゆうとくん、え、取りかける。あー、うまい。ゆうとくん、どんまい。ゆうとくん、うまいね。あー、ありがとう。あ、はい、あ、ありがとうございます。ゆうとくん何歳？え、あ、ですか。え、え、12歳です。12歳？かわいい。かわいい。いい声してるね。ゆうとくんの声聞きたいから、もう音量下げるわ。同じこと考えてた。俺も主音量下げた今。ゲームもどうでもいい。ゲームもどうでもいい。ゆうとくんの声が聞きたい。ゆうとくんの声が聞きたい。かまげだな、久々の小学12歳か。12歳ってことは小学、え、小学生だね、たぶん6年生。いや、でもこの年齢で12だとワンチャン中1という可能性も捨てきれないのでは。中1はな。ほら、ほら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 、ゆうとくん倒した。やったー。ナイスだと。ゆうとくん出したいってこよ。大人の COD の厳しさを。待てお前。ゆうとくん負けちゃったね。オッケー、カット。はい。え、ゆうとくん小学生？あ、中学1年生だ。だよね。かわいいね。ただのかわいい小学生だと動画にならないから、あれ。にどうにかして。どうにかしてでしょ。どうにかして。なるほど。暴言吐かせる。暴言吐かせる。お金払って大人の汚さを見せつけてこう。お金払うから暴言言ってよって言って千円札ちらつかせよ。え、じゃあ僕らが暴言吐いたらきっと暴言吐いてくると思いますよ。ゆうとお前、ゆうと、やっぱオーパシー知れとか。いや、オーパシーキモいよね。なんか言わせようとしてる。大人の汚い。オーパシーさんいい人。いや、汚いよ、この人。だって、お金、知ってる？あのさ、なんか俺の女にさ、イチャモンつけてさ、ジャンの女ブスじゃねとか言うんだよ。どう思う、ゆうとくん。自分が好きだ。めっちゃブスやね。最低だよね。もう言った言ったね。オーパシーさん、さっき、これは、この試合終わった後、オーパシーさん言ったね。おばしさんって人としてないと思いますよ。おばしさん人としてないと思いますよ。ジャンヌの彼女ブスじゃね。こーうー、この動画絶対見てるからやめて。泣いちゃう。泣いて電話かけてくるから。あのおばしさん、すいません。かわいい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 。なんでああいうかわいい子にさって暴言言わせようとするの。なんで俺が悪い。ジャンヌの彼女もブスだけど、お前の心が一番ブスだな。なんでいいこと言ったりなんの、本当に。そうやって言わせて、ほんと、これだから大人汚いわ。彼女もブスだけど、心もブスだ。やばいよ、本当に言ってること。ゆうとくん、下道するのよくないよね。あ、はい。ね、でも汚いよね、そういう社会。あ、はい。はい。ゆうとくん、あれ、オパシとジャンヌ、どっちみたいな大人になりたい？どちらの大人にもなってみたいですね。あ、なりたくないって言ってくれるかなって、ちょっと今嬉しかった。動画的に一番美味しい返事かと思ったよ、一瞬。どちらにもなりたくないですね、は一番草入るよ。ゆうとくん、YouTuber なりたい？あー、はい。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 あれ、ちょっと言わせた感があるな。どちらにもなりたくないだったら一番笑ったな。天才加工やつって思った、今。すごい真面目だね。あ、いい子だね。本当に、なんかああいう子で世界埋まってくんねえかな。ああいうね、なんか広告飛ばなそうな子好き。
広告飛ばさないキッズは素晴らしいって。神。神。ないおぱっさんがせっかく面白い動画作ってくれたから広告クリックしとこみたいなことを素でやってそう。ありがとうってる。あったかい、あったかいコーヒー出してあげたくなるわ。コーヒーおー、ツオンツいけるよ、おぱっさん。時間ないよ。おあと一人、あとゆうとくんだけ、おぱっさん。ゆうとくんだよ。さあ言ってこう、ゆうとくんの。ゆうとくんのさあ言ってこう。おれーゆうとくんのさあ言ってください。ゆうとくんのさあ。でも時間ないね、時間ないね。なるほど。ゆうとくんやられちゃったね。はい。悔しいね。あ、はい。はい。ゆうとくんやっぱ俺みたいな強い男になりたいよな。あ、はい。キル数僕の方が上だけどどっちになりたい？いやでもどっちよりも強くなってみたいな。かっこいい。かっこいいな。どっちよりも強くなりたいって一番かっこいいな。ね。主人公かあいつ。確かに。パパでな。おぱし社長嫌いだよね、そういう浮気する人。おぱし社長、いや、でも、うん、みんなのために動画出してるって思うといい人だな、みたいなのは。ああ、やっぱ表向きはね、やっぱいいと思うけど、やっぱ裏ではやっぱね、おぱし社長みたいな感じで3股4股ぐらいしてるから、それはちょっと人として良くないよね。もっとしてるよ。あ、は、はい。もっとしてるよ、裏で。そっか、たまきたな。ゴルフクラブであの女のケツぶったたいてる。もっと資料悪いこと。ゆうとくん、一緒の味方でやりたいね。ゆうとくん、一緒にやる？パーティー行くんで。一緒にやる？あ、一試合だけだけどいい。一試合だけだけど一緒にやる？あ、はい、やりたいです。いいよ。はい、いいぞ。ゆうとくん、将来の夢何？将来の夢ですか？ YouTuber です。そっか、じゃあ、おじさんたちが教えてあげよう。なんで YouTuber になりたいの？おぱしさんやジャンヌさんみたいなすごく面白い動画を投稿できる。大丈夫、今君は一番面白いよ、輝いてる。YouTuber になるために何の勉強するの？中学校で YouTuber になるためにですか？まあ、いろんなことをとにかく学びたいです。えらい。そうだね。なるほどね。いろんなことってどういう系の YouTuber になりたいの？ゆうとくんは COD 実況者になりたいの？はい。おー、なえっか。そんなけなげな子にやっぱ3万円ぐらいするキャプチャー買ってあげるんだろうな、やっぱ足長ジャンのおじさんは。それ大丈夫ですかね、発言。足長はもずくないでしょ、別に。まずくないかな。じゃあ、おじさんは多分買ってあげるんだろうな。あ、じゃあ、ゆうとくん、僕が道を見せてあげるよ。おいで、ゆうとくん、こっちに。ゆうとくん、はい、おいで。はい。ゆうとくん、おいで。枯らしてあげるよ、はい、敵を。お、おいで。お、すげえ、盾だ。ゆうとくん、おいで。敵を見つけた。ほら、撃ってるよ。赤手がいっぱいあるよ。味方かい。味方かい。味方かい。あ、いた。いるよ、ゆうとくん、ほら。頑張れ、ゆうとくん、頑張れ、ゆうとくん、頑張れ。撃て、撃て、撃て。ゆうとくん、ゆうとくん。ね、何度もあれ大人ごめん、大人が美味しいとこだけ持ってた、すまんな。リジャックで復活していこう。リジャックだと思ったって言えば下打ちしても許されるから。そうだよ、そうだよ。しかも小学生っていうのはね、あの少年法が適用されて、あの下打ちしてもみんな笑ってくれるから。確かに。そう、あの BO2 にも少年法適用されるからさ。あ、ゆうとくん普段ゲームって友達と BO2 やるの？よし。BO2 楽しいもんね。あと3枚いるよ。じゃあ小学校とかで YouTube とか流行ってるんだ。じゃあ学校でオパスとかジャンヌとか流行ってるの？流行ってるんだ、そっか、嬉しいな。女の子とかちなみに見てくれてる？女の子と見てる人と見てない人いるんだ。そうなんだ。ゆうとくん、ちなみにどこ住み？ LINE 教えて。中学生の女の子の LINE 教えて。男はいらないから女の子の LINE 教えて。あ、教えられない。そっか。そっか。女の子の LINE 知りたいな、おじさん。お、買った。でもおじさん、困ってますよ。でも、ダメだと思います。ダメか、やっぱり。そっか。そうだよね。
常識的に考えたら教えれないもんね。ゆうとくん、そういう時に個人情報を教えちゃいけないっていうのがもう中学生の段階で分かってるっていうのはやっぱ君はできた子だね、ほんと。うん、すごい。そういうのを聞く大人は汚いから、ここが人の個人情報を教えるようなフレンズになっちゃダメだよ、ゆうとくん。はい、ゆうとくん、おばさん強いね。あ、はい。おばさんみたいな人になりたいね。はい。晒していいと思う。毎日見てれば立派な大人に育つから、頑張って精進しなさい。はい、はい、それじゃあまたな。